ムハンマド・ラクマンス・スワラディンは、インドネシアの元プロボクサー。元 IBF 世界ミニマム級王者。元 WBA 世界ミニマム級王者。プレデターの異名を持つ。ボクシングのプロモーターとしても活躍し、ムハンマド・ラクマンズ・スピットを主催している。1993年1月14日、インドネシアでプロデビューした。活動拠点はほぼ、 インドネシア国内で1999年1月10日、インドネシアミニマム級王座を獲得。2000年12月1日、IBF パンパシフィックミニマム級王座を獲得した。2004年9月14日、ジャカルタのブリタマーアリーナで、IBF 世界ミニマム級王者ダニエル・レイジェスと対戦し、12回2から1の判定勝ちで王座を獲得に成功した。二千五年四月五日、 パトア州メラウケの THR。アミューズメントパークハサナブサイで、元 IBF 世界ミニマム級王者ファーランサックリンと対戦し、3回に両者の頭が激突し、偶然のバッティングにより試合続行不可能となったため、3回1分負傷判定で引き分けとなり初防衛に成功した。2006年5月6日、オマールソトと対戦し、6回1分4秒小勝ちを、 収め2度目の防衛に成功した。2006年12月23日、ベンジー・ソロラと対戦し、7回2分10秒を、TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2007年7月7日、フローレンテ・コンデスと対戦し、3回と10回にダウンを奪われ12回1から2の判定負けを喫し4度目の防衛に失敗した。2008年6月28日、 後の WBC 世界フライ級シルバー王者で、イボ世界スーパーフライ級王者のエドリン・ダプドンと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2009年3月14日、地震初の海外試合が、フィリピンのリングに登場。セブ州セブ市のウォーターフローンとセブシティホテルカジノで、後の WBO インターナショナルフライ級王者ミラン、メリンドと対戦し、0から3の、 判定負けを喫した。2009年5月29日、タイプーケット圏、カトゥー軍のバングラボクシングスタジアムで、WBC 世界ミニマム級王者オーレドン、シッサマーチャイに挑戦。11回2分10秒、12回0から3の負傷判定負けを喫し、IBF に続く、WBC 王座獲得に失敗した。2010年9月25日、1年4ヶ月ぶりの、 再期戦で WBC インターナショナルミニマム級王者のデンバー、クエリョと対戦し、5回にダウンを奪われると一方的にクエリョペースになり、9回クエリョの猛攻にさらされると、リフェリーが試合をストップした。キャリア初の小負けとなる9回1分3秒、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年1月24日、サマートレックチャイオンジムと対戦し、 6回判定負けを喫し、4連敗となった。2011年4月19日、バンコクのクルンテープトンブリ大学で、WBA 世界ミニマム級王弱腕隊、指セ戦と対戦し、9回1分29秒小勝ちを収め、IBF 王座に続く王座獲得に成功した。2011年7月30日、ジャカルタのインドシアルスタジオで、 ポンサーン・ポー・プラムックと対戦。試合は互角に進み大接戦になり、12回0から2の判定負けで、初防衛に失敗し王座から陥落した。その後現役引退を表明するも、2013年、初頭に引退を撤回し現役復帰を表明した。2013年7月6日、2年振りの復帰戦をパプア州メラウケで行い、2回 TKO 勝ちを収め、 復帰戦を白星で飾った。試合後ラックマンはデビューからの階級であったミニマム級からライトフライ級に転向し、インドネシアのプロボクサーとして初の2階級制覇を目指すことになった。2014年2月21日、ジャカルタのワリンギンスポーツホールでイボインターナショナルライトフライ級王座決定戦をトンタイレック。 ソータナピンヨーと対戦し8回11回12回の計3度のダウンを奪い、最後、レフェリーがストップし王座獲得に成功した。2015年3月5日、チョンブリー県のチョンインターホテルで WBA 世界ミニマム級暫定王者ノックアウト CP フレッシュマートと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し4年ぶりの王座返り先に失敗した。ありがとうございます。